はい、どうも、ビハヤの清水です。平田です。この記事、この動画は、求職者向けの動画です。はい。で、主に、うちのホームページを見ていてくれたら、分かってくれると思うんですけど、一番の人気記事が、この副社長がですね、はい、しんどいと思って辞めようと思ったけど、頑張って続けてる理由っていう。はい。それが大人気コンテンツなんですよ。おかげさまで。もう、社長大ショック。ごめんね。なんで社長が、本当にもう、こんなこと考えてたんだとか、こんな昔のことあったな、ごめんとかってね、もう思うぐらい生々しい。まあだって辞めたかった理由のね、10割が社長のせいですから。本当ね、でも続けたいと思った理由の10割も社長だから。そうですよ。うん。なんで、うん、そういうのが生々しく書かれているので、はい、うちの会社はそういう募集において、お化粧しません。そうですね、ほとんどの会社厚塗りすぎてもこれぐらいは厚塗りしてるからこれぐらいまあね、残業がないとかね、そう、はい、残業代って今日嘘だから、残業代が出るとかね、あ、まあそれも残念ながら嘘なんですよ、多くの会社。うちは出ますよ、うん、うちは 100% だけどね、うちは 100% でも残業代 100% だっていうふうなことが売りになる日本社会は私は狂ってると思うんで、そうですね、うん、だから全ての会社が残業代 100% サービス残業ゼロっていう世界を目指してるんだけど、はい、まあなかなかね、今はそうじゃないので、求職者の人も本当にこの会社本当のこと書いてるのかなっていうふうに求人広告を見て思うのよ、うん、なのでビハイアのホームページはしっかりそういうこともガラス張りにして、書いてありますので、ぜひぜひ、まあ、なんで平田副社長にさらに追加で聞きたいこととか、はい、あったら質問してほしいなっていうふうに思うね。そうですね、はい、この記事に関して一番その求職者に伝えたいことって何？まあ、どの会社に入っても大抵しんどくってすぐ辞めたくなるってことですか、ね、別にうちに限らず。確かにね。はい。っていうことですね。うん、まあ、うちに別に入らなくてもいいので、この記事読んで。うんうん、どこの会社に行っても、あ、しんどい、やばい、辞めたいっていうふうに思うことが絶対あると。うんうん、でその時に、本当にここから得られるものとは何かっていう天秤にかけて、まあ、残るか残んないか、決めたらええんちゃうかなっていうのが一番伝えたいです。なるほど。はい。素晴らしいね。副社長だね。はい。それでは。では。